血圧が正常範囲から持続的に逸脱している場合、具体的には、収縮気血圧が140水銀柱ミリメートル以上あるいは拡張気血圧が90水銀中ミリメートル以上の場合に、その血圧を低下させる目的で用いられる治療薬である。この基準値は患者の年齢や糖尿病などの基礎疾患の有無により異なる。また、白衣高血圧と呼ばれる、 家庭血圧と診療室血圧の値がそれぞれ異なる値を示す状態が東北大学の今井らによって行われた大阪研究により明らかにされておりガイドラインにおいても考慮されている厚生労働省が行った2014年の調査によれば日本の高血圧人口は1010万10 8000人に及ぶとも言われもはや国民的な疾患であると言える 高血圧は生活習慣病の一つに位置づけられ、自覚症状はほとんど認められないものの、血管内皮の障害を起因として、動脈硬化症を発症する原因となり、さらにそこから拒血精神疾患や脳卒中など、手術の合併症が引き起こされることから問題となる。高血圧の最終的な治療目的は、脳卒中や心不全などの二次的疾患を予防し、 生命予後を改善することにある。高血圧の発症には食生活や喫煙などの生活習慣が大きく関与することから、基本的にはこれらを改善することによる治療が試みられるが、目標値が達成不可能である場合には薬物治療が行われることになる。血圧のコントロールは自律神経系やレニンマイナスアンジオ転神系をはじめとした。 液性因子などによって行われており、現在発売されている高圧薬は、主に、これらの機構をターゲットとしている。高血圧の薬物治療は、通常、単剤あるいは低容量の2剤から開始され、高圧作用が不十分な場合には、容量の増大型剤への変更、異なる作用基準を持つ高圧薬との併用療法などが行われる。また、 一概に高血圧治療薬といっても多くの種類が存在し、これらの作用基準、薬効、薬価は様々である。高血圧の初期薬物治療において、どのような薬物を用いるかは大規模な臨床試験の結果やガイドラインに沿って行われる。高血圧の診療ガイドラインは、風、一子によるものと米国の JNC7 が国際的に主流であり、 JNC7 では、利尿薬、チアジ時計利尿薬が、他のグループと比較して安価で大きな治療効果が得られることから、その使用が推奨されているが、治療薬は、個々の患者の病歴や合併症の有無などを考慮した上で選択されるべきである。日本においても日本高血圧学会による高血圧治療ガイドラインが2004年に作成されており、 2009年1月に改訂版、2014年2月に改訂版が発行された。国際ガイドラインは欧米での臨床試験をもとに作成されているため、日本人の高血圧治療に当てはめるには不向きな点もあるが、新ガイドラインである JSH2009 では、ケース J 試験や時計ハート試験、j t o 試験等の国内の臨床試験のデータが、 エビデンスとして盛り込まれた。また、高血圧の患者では薬物を長期にわたって服用することになり、高圧薬の併用に加えて合併症に対する治療薬も数多く処方され結果として10種類を超えるような薬剤を服用している場合も少なくない。アドバンス試験により合剤の有用性が示され、日本においても ARB と利尿薬の合剤が認可されている。 このような複雑な処方を受けている患者に対して合剤を用い少しでも薬の種類を少なくすることがアドヒアランスの改善に結びつくと考えられている。利尿薬は尿量を増加させるための医薬品である。そもそも尿とは血液中の不純物を除去するための機構であり、生体内で産生される老廃物は腎臓の糸球体でろ過された後尿中に。 排出される。一方、尿は体外への水分排泄の役割も担っている。尿量が少なく循環血液量が多い状態では、血圧が高くなるため、利尿薬による水分排泄は、高圧効果を示す。子宮体露化を受けた、血液由来の水分は、尿細管へと移行する。尿細管は、子宮体に近い方から、金位尿細管、ヘンレ形邸、 炎異尿再管、集合管と呼ばれ、膀胱へと流れ込む。子球体ろ過を受けた水分の9割はこれらの尿細管壁から回収されることが知られている。これを再吸収と呼び、再吸収を免れた水分のみが膀胱へと流れつき、尿として排泄される。尿の再吸収はまず尿細管壁に存在するイオン、交換体によって、ナトリウムイオンの再吸収によって、 尿細管内外に浸透厚さが作られることにより、始まる。この浸透厚さを補正するために、何付随して水も尿細管外へ移動することになり、結果として、水分の再吸収が行われる。現在発売されている、利尿薬はこれらのイオン交換体の機能を調節する、ことにより、水分の再吸収を抑制し、尿量を増加させるものである。 チアジド系利尿薬ヒドロクロロチアジド。チアジド系利尿薬は、遠移尿細管において、NA および CL マイナスの再吸収を阻害する。上記に示した通りチアジド系利尿薬は、アメリカのガイドラインにおいて、その使用が推奨されており、中程度の利尿作用を有する。併用薬としての低用量のチアジド系利尿薬の、使用は有効であるということが、 アルハット試験で明らかになっている。この場合は、利尿薬としての使用量よりも少ないことに注意が必要である。チアジド系利尿薬は、添風文章上は、人機能障害、低カリウム血症、痛風が認められる場合は使用禁忌であり、妊娠、対等の機能障害の場合は身長投与ということになっている。しかしこれは、利尿薬として使用する場合であり、 高圧薬として、チアジド系離尿薬を用いる場合は、離尿作用を期待する場合の14から12量の併用となるため低カリウム血症、高尿酸血症、対等脳障害といった不利益は最小限に抑えることができるとされている。それでも障害が重度の場合は、カリウム保持性離尿薬やロサルタン、シルニジピン、アロプリノールを併用する場合もある。ただ、 作用基準の問題から CR2.0 で、高圧効果、利尿効果ともに無効になってしまうことは、変わりない。低用量、チアジド系利尿薬は、短期的には循環血症量を減少させるが、長期的には、末梢血管抵抗を低下させることで高圧を行うと考えられている。アドバンススタディでは、 ACE とチアジド系利尿薬の併用薬と偽薬を比較しアドビアランスは同等であったため利尿作用による不便さは長期的には問題とならないことが示唆されている代謝面の不利益から単純に高血圧治療を行うときには β ブロッカーとの併用は推奨されていないまた人障害時で利尿薬を使用する場合はループ利尿薬となるが 利尿作用が強い割に、高圧作用は弱い傾向がある。ただし、鬱血精神不全が認められるときは鬱血の解除には有効であるためループ利尿薬を積極的に使用する。代謝性アルカローシスは明らかな血圧効果作用を弱気すると指摘されている。この作用が、血ジ時計高圧剤の高圧基準の一因子であることが指摘されている。 プレミネントなど ARB とチアジド系離尿薬との合剤も販売されているループ離尿薬フロセミド。ループ離尿薬は強力な離尿作用を有しているが、高圧作用はそれほど強くない。ヘンレ系定常案ギャにおいて NA の再吸収に関与している NA、K 2 CL 共有層系を阻害する。これにより、尿細管内外の浸透厚さが緩和され、 下アンギ闇における水の再吸収が抑制される。カリウム保持性利尿薬スピロノラクトン。多くの利尿薬は、ナトリウムの再吸収阻害とともに、カリウムの排泄増加を引き起こし、低カリウム血症を副作用として持つ。カリウム保持性利尿薬は、他の利尿薬とは逆に、カリウムの補充を行うことができるため、併用することにより、血中カリウム値の維持が可能となる。 カリウム保持生理尿薬であるスピロのラクトンは、ステロイドホルモンの一種であるアルドステロインと、受容体との結合において拮抗し、NA、K、交換系の活性化を抑制する。一方、トリアムテレンは、集合管において、NA チャンネルを活性化し、細胞内 NA 量を増加させる。これにより NA、K、交換系は抑制される。 カリウム保持性利尿薬はこれらの基準を介して、利尿作用と血中系増加作用を示す。カルシウム拮抗薬は、血管ひらなめ筋細胞の細胞膜上に存在する、電位依存性カルシウムイオンチャネルを阻害する薬物であり、その化学構造から、ジヒドロピリジン系とヒジヒドロピリジン系に再分類される。筋肉の収縮には、イオンチャネルを介した。 細胞内への CA2 の取り込みが大きな役割を担っており、CA2 の取り込みが低下すると、平なメスジの収縮が減弱化し、血圧の低下につながる。2008年現在、臨床での使用目的に発売されているカルシウム、キッコー薬は、すべて L 型カルシウムチャンネルを阻害するものであるが、カルシウムキッコー薬の中でも、シルニジピンのみ、 交換神経細胞膜に存在する N 型、カルシウムチャネルも阻害する作用がある。下記に示した以外に、肘ヒ,ヒドロピリジン系の薬剤として、ベラパミルが知られているが、日本では高血圧に対する適応は認可されておらず、不正脈や、虚血精神疾患に対して用いられている。血管への作用としては、上脈より、動脈の平滑筋に作用が強く出る。 特に細動脈レベルで効果が発現していると考えられている。腎臓では輸入細動脈の拡張を行うため、子球体内圧を上昇させる可能性があり、人工過少の進展予防としては、ふさわしくないと考えられている。腎臓では、ホラボー結節の興奮頻度の減少や、防湿結節の電動抑制が効果があることが知られている。 効果発現が比較的早いため、その他の薬物を積極的に用いる理由がない場合に、第一選択として用いられることが多い。カルシウム気候薬は、薬物代謝酵素であるサイプ 3A4 を介した代謝を受けることが知られており、同酵素を阻害する薬物の併用により、血中濃度の上昇が生じる可能性がある。 グレープフルーツジュース中に含まれる成分も、小腸粘膜のサイプ 3A4 を阻害することが知られており、CCB を服用中の患者に対しては、グレープフルーツジュースの摂取を避けるように指導する。カルシウム気候薬で、高圧薬として用いられるのは、ジヒドロピリジン系である。冠形式が多い日本では、第一選択となる場合が多い。 カルシウム拮抗薬は、高圧効果が高く、利尿薬、ベータブロッカーよりも、脳卒中の発症のリスクが低くなることが知られている。特にアムロジピンは最も半減期が長く、長時間作用型であり、血管拡張に伴う反射性の、交換神経刺激作用が少ないため品用されている。しかしアムロジピンには、腎機の悪化抑制効果、 タンパク尿抑制効果は少ないとされている。タンパク尿抑制効果はシルニジピン、エホニジピン、アゼルニジピンで報告されている。今日ではエビデンス、医療経済の面から利尿薬も再評価されているが、抗尿酸血症の改善作用を持つカルシウム喫抗薬はほとんどない。例外はシルニジピンであり、 尿酸低下作用を持ち、利尿薬と併用しやすい。ジヒドロピリジン系アムロジピン。ニフェジピンや、ニカルジピンやアムロジピンが含まれる分類である。ニフェジピンは、L 型カルシウムチャンネルの NV に結合する。血管拡張作用、高圧作用が強く、心筋への作用がほとんどない。高血圧や、冠動脈系縮症、狭心症でよく用いられる。 陰性変力作用や、再不正脈作用は、ほとんどないと考えられている。ニフェジピンは作用発言が早すぎて、心拍数の上昇が認められることがあったが、アダラート L などは、除法剤とすることでその問題点を克服している。アダラートカプセルは、除法剤ではないため高血圧緊急症における、迅速な高圧の際に以前は用いられたが、過剰な高圧をきたしたり、 かえって拒絶精神疾患を誘発したりする可能性があり、現在は進められない。ニカルジピンは安定した点滴常駐が可能であるため、病棟では好まれる。ペルジピンの1アンプルは1 0ラム1 0トルである。維持量が2から10ガンマであるため、体重が5 0ラムならば1ガンマは、現役で3トルアワーズに相当する。 原液2アワーズから開始しスケーリング対応で2から2 0アワーズの範囲で維持することが多い。副作用に貧脈性不正脈があるため心不全を合併している場合は0.5ガンマである1 5アワーズという低用量からスタートするのが無難である。ヒジヒドロピリジン系ベンゾチアゼピン系とフェニルアルキルアミン系が含まれるが フェニルアルキルアミン系は、高圧薬として使用することは、ほとんどない。ベンゾチアゼピン系にはジルチアゼムが含まれる。ジルチアゼムは、L 型カルシウムチャンネルの DV に結合する。ベラパミルが結合する VV とは重なっているため、併用すると効果が落ちる原因となる。心臓にも血管にも作用する。マイルドな高圧、除脈作用を期待するときに用いることがある。 防湿電動の抑制、除脈の作用としてはベラパミルに劣るため、PSVT の停止などではあまり用いない。常駐を行うのは高血圧性緊急症と不安定強心症の時が多い。ヘルベッサー1アンプルには 50mg が含まれているために酸 a を5%ブドウ糖液で溶解させると 1.5mgmL となる。 体重が 50kg の場合は1ガンマが3 m g ーズとなるために m l リリーズで投与すると1ガンマ投与となる。高血圧性緊急症では5から15ガンマで、不安定強心症では1から5ガンマで維持される。ベンゾチアゼピン系とベンゾジアゼピン系は、名称が似ているが全く異なることに注意。カプトプリル。アンジオテンシン変換酵素は、 生理活性ペプチドであり、小圧作用を有する、アンジオテンシン i 2の酸性に関与している。さらに、ACE は、高圧物質であるブラジキニンの分解に関与する、酵素キニナーゼ2と同等であり、ACE 阻害薬はこの酵素活性を阻害する、ことにより、アンジオテンシン i 2の酸性抑制とブラジキニンの分解抑制をもたらし、結果として、高圧作用を示す。 ACE 阻害薬は、輸出細動脈を拡張させ、子球体内圧を低下させ、タンパク尿の減少を行う作用がある。このため、慢性腎臓病、糖尿病性腎症で好まれる傾向がある。また ACE 阻害薬は、心臓のリモデリング防止作用、心筋梗塞の再発予防、心不全患者の予後改善効果があると考えられている。 また CA 拮抗薬と同様の脳、卒中予防効果もあるとされている。空らの副作用が有名である。心房細動の抑制効果も知られている。特にイミダプリルは糖尿病性腎症に適応がある。バルサルタン。蒸気の気候により産生されたアンジオテンシン心痛はアンジオテンシン受容体を介して、その作用を発現することが知られている。 アンジオテンシン受容体にはサブタイプが存在し、アンジオテンシン受容体喫光薬の高圧作用は AT1 e 受容体の遮断に基づく。いずれも妊婦への適用は緊急である。アリスキレン。レニンはアンジオテンシノーゲンからアンジオテンシン内への変換反応を触媒する酵素であり、血圧のコントロールに関与するレニンマイナスアンジオテンシン系の上流に位置する。 直接的レニン阻害薬であるアリスキレンは、レニンのアスプ32とアスプ215の両残機に水素結合し、その活性を抑制することで、高圧効果を示す十数年ぶりの新しいクラスの高圧薬である。アリスキレンの高圧効果は持続的であり、淡材投与での24時間以上にわたって、 十分な高圧効果を示すとされており、ACE 阻害作用を有していないために、気忍代謝によるからせきなどの副作用は生じにくいと考えられている。交換神経の神経筋接合部には、アドレナリン受容体が存在している。アドレナリン受容体は大きくアルファ受容体とベータ受容体に分けられ、アルファ受容体は、血管ひらな目筋の収縮を介して、 血圧上昇に働くアルファ1受容体とシナプス全膜に存在して抑制的なフィードバック機構として働くアルファ2受容体が存在する。一方、ベータ受容体にはベータ1から3の3種類のサブタイプが存在しベータ1受容体を介した新機能更新作用やベータ2受容体を介した血管ひらなめ筋士管作用が 血圧の制御において重要である。アルファ受容体遮断薬プラゾシン。アルファ受容体の遮断薬には、非選択的にアルファ受容体を遮断するものと選択的にアルファ1受容体のみを遮断するものが存在する。非選択的遮断薬であるトラゾリンおよびフェントラミンは、アルファ2受容体に対しても阻害作用を示すことから、 アルファ二受容体を介した抑制的フィードバックが外れ、シナプス全膜から神経伝達物質であるノルアドレナリンの放出が促進される。このノルアドレナリンが循環血中を回り、心臓などへたどり着くと、ベータ受容体の刺激を引き起こし、副作用の原因となる。一方、アルファ1受容体の選択的な遮断薬は、 アルファ二重用体遮断作用を持たないことから、このような副次的な効果をもたらしにくい。アルファブロッカーには、心血関係の抑制効果が報告されていないため、高血圧治療薬の第一選択にはならない。しかし脂質代謝やインスリン抵抗性を改善するため、脂質異常症、メタボリックシンドロームを伴う、高血圧では併用薬として用いられることが多い。 早朝の血圧上昇が新血管系イベントに関連し、その上昇に交換神経の更新が関与するとされており、早朝高血圧に対してドキサゾシンが使用されることが多い。また、前立腺肥大が合併している時も好まれる傾向がある。カルデナリンの場合、アドビアランス不良の原因となるのが、起立性低血圧の副作用である場合が多く、 高齢者での使用では、注意が必要である。カルデナリンの維持量は1日1から4ラムで、あるが0 5ラムから開始し、徐々に増量していく。起立性低血圧は出現しても数日後に、自然消失することも多いが、転倒のリスクがある患者では、注意が必要である。ベータ受容体遮断薬宛てのロール。アルファ受容体遮断薬と同じように、 ベータ受容体遮断薬にも、非選択的なものと選択的、ベータ1受容体遮断薬が存在する。例えばプロプラノロールは、非選択的なベータ受容体遮断薬であるが、結果に平らな目筋の弛緩効果をもたらす、ベータ2受容体を阻害することはむしろ血圧を上昇させる。しかし、ベータ1受容体阻害による心拍数、 心拍質量の減少及び腎臓膀、子宮体細胞からのレニン放出抑制とベータに受容体阻害による血圧上昇を比較した場合に、ベータ1受容体の作用が優位であり、結果として血圧は低下する。また、ベータに受容体は、気管資格調にも関与しており、ベータに受容体遮断により、気道協作が引き起こされるため気管自然則の患者に、 対しての使用は禁忌とされる。それに対して、β1 受容体選択的遮断薬は、β2 受容体遮断作用を持たないことから比較的安全に使用することができる。ベータブロッカーは、他の高圧薬に比べて、心血関係イベントの抑制効果は低く、高齢者、対等の障害者には、第1選択とはならない。しかし、 心臓のリモデリング作用があるために、狭心症、心筋梗塞、貧脈性不正脈、大動脈解離、心不全を合併を合併する高血圧では、良い適用となる。併用療法では、最ザイド経理尿薬との併用は、代謝面で不利益があると考えられている。添付分症状は、ベータブロッカーは、全速、高度除脈では使用禁忌。 対等脳障害、閉塞性肺疾患、末梢動脈疾患にて身長投与となっている。ベータブロッカーの使い分けのパラメータとしては、ベータ1選択性、内因性交換神経刺激作用、アルファ遮断作用、使用性、水溶性といったものが挙げられる。主な使い分けとしては、若年中年の強心症を合併した高血圧の場合は、 ベータ1選択性のあるテノーミン、メインテート、アーチストなどが好まれる。高齢者で心拍数の低下が気になる場合は、セレクトールなど異サがあるものが好まれる。脂質代謝など代謝面への副作用が気になる場合は、アルファベータ遮断薬であるアーチストが好まれ、慢性腎臓病に対する治療にはセロケン、アーチストが好まれる。アルファ1 ベータ遮断薬アルファ受容体遮断薬においては、血圧効果に伴いフィードバックとして生じる、反射性頻脈が副作用として生じるという問題点があった。しかし、アルファ1ベータ遮断薬は、頻脈の原因となる、ベータ1受容体も同時に阻害するため、副作用を未然に防止可能である。アルファ2受容体は、シナプス全膜に存在し、 血圧の上昇に関与しているアドレナリンの放出を抑制的に制御している。妊娠後血圧症候群に対して第一、選択薬として用いられることもある。ありがとうございます。